どうも松田です。今回はですね、アゴ下のお肉の取り方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、ではこの2本の指を使っていきます。それを音外筋に当てて上下に細かく揺らしていきます。ちょっとここからズームが続くので我慢をしてください。上下にこう揺らしていって、これをすることによって音外筋のストレッチ効果とほぐし効果になります。で、場所はちょっとずつ、適当にずらしていって、まだほぐしてないところを自分で探しながら上下にずっと動かしていきます。これをすることによって筋肉をしっかりと動かすことができて、血液も良くなっていきます。はい、で今度は顎のお肉をつまんで、こう下の方に流していきます。つまみながら下の方に、親指は上の方、圧を上にして、で人差し指を下に、圧は下ですねっていう風なやり方でやっていきます。ちょっと下唇が引っ張られるぐらいの強さでやってください。でこれも自分で場所を変えながら行ってやってください。はい、では最後に人差し指を使って、音外筋から音外科リンパ節までしっかりとリンパを流していきます。これをすることによって脂肪と老廃物を流すことができるので、顎下のお肉がつきにくくなってきます。はい、今のは顎下の肉を取る方法でした。で、顎下の肉を一回ついちゃうとなかなか取るまでに時間がかかっちゃうので、ぜひですね、顎下のお肉がついていない方も今のうちに予防っていう形で今のセルフケアをやってみてください。どうしてもここに脂肪がついちゃうと、どんどん年取った時にこう顎先が長くなったりとか、あとは顔のバランス悪くなって顔の歪みにも出てくるので、そうなる前に皆さんやってみてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、コメントの方もお願いします。ではまた。